よろしくお願いします。<laughs> 緊張します。よろしくお願いします。ちますめちゃめちゃ楽しみにしてました。しあ、よろしくお願いします。お願,ますお願いします。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや本当に大きいですよね。<laughs> ゴルフ選手みんなでかいですよね。 でも背はみんなバラバラです、結構最近若手の選手は背が高い選手増えたんですけど私たちの世代は結構小さい選手多かったのででも、やっぱ道具を使う競技なので僕らもそうなんですけどテニスは過酷ですそれぞれやっぱり過酷なところもありますから車すテニスは特にもすごいなと思います。あれどうですかゴルフ 引退されて、そのままこう週に何回かやったりとかってします。えっと、そうですね。引退して私今年で六年目なんですけど。はい あのー、最初は結構頻繁にやってました<ー>なんか23ヶ月握りたくないなとか思ってたんですけど、はい、なんかやらざるを得ない機会うちの兄とかがあのちょっと今度練習ラウンド付き合ってみたいなのとかあって <laughs> えまだ私引退して2週間しか経ってないんですけどとかっていうのがあって回数が増えたりしたんですけど<笑><笑>今の方が全くやってないですね。いす子供ができて なななかか時間が取れいのでやりたくもそんなにならないやっぱり好きなのでゴルフがなのでそうっすよね僕も結局引退しても2週間に1回ぐらいですかねでも結構頻繁ですねやってますけどやったらやったらんか引退したらこうまた違うんていうんですか競技との触れ合い方というのあるじゃないですか。結構やってて 最近調子よくて <laughs> <分> <laughs> それすごいわ体も、はい、まあねやる頻度を減ると、はい、ダメージがちょっと抜けていくじゃないですか、はい、体の、はい、結構腰とか痛かったんですけどそれがなくなってプラスなんかやっぱこう打ちにくかったコースとかも。 プレッシャーがないから、<laughs> ですよね、ガスガスいてたりすると、<laughs> はいわかります。もうこれ元気な時より強いじゃないかと思う瞬間がたまにあって、<laughs> はい、どうそういうのありますか？ありましたありました。はい本当にありました。なんかあのー。 もうミスしても全然痛くもかゆくもない世界に来たので<ー>なんか純粋にすごいゴルフを競技を楽しむっていう感じであ<ー>でもあのどんどん下手にはなってるんですけどでもやっぱりそれでも楽しいと思えるんでそこはいいですよね結局、まあ、これからもやり続けるでは本当にそう思います。 えあともう三時間ぐらい喋ってていいですか。で <laughs> け,、ね、けます。全然でけます。祝い姉妹放っといて三時間ぐらい。<laughs> <laughs> 双子でテニス選手いないですよね。あんまり他の競技でも聞かないですよね。世界見ても双子でテニス選手いない、ね。 なのですごいですあ、いたわ。ブライアンブライアンっていうダブルスの世界チャンピオン双子なんですね。そうですはい。不思議な世界だなと思います。ダブルス多いですね。あ、そうですね。そういう意味では。タイとかにもいますね。結構有名なタッグペアは。まあ、維新、練新がやっぱあるんで。すねアウンの呼吸が。シングルではないですね。シングルで別々でこう。 活躍してるとは聞いたことないですけど、ダブルスだとフアでコンビネーションだからってことはあるかもしれいですこんにちは、お久しぶりですよろしくお願いします秋江です佐藤です久宮ですはいよろしくお願いします宮里ですよろしくお願いしますよろしくお願いします緊張するよね緊張する。え、車椅子テニスさ、経験したことある いや、ないです。ないよね。体験する機会ないですよね。テニスはテニスは遊びとかでやったことあるんですけど。でもテレビとかで見てました。ありがとうございます。知らない人いないですから、本当に。オーラがすごいですね。私も思いました。本当にありますよ。オーラしかない。すごいです。ね世界で活躍されるお二人にちょっと聞いてみたいなっていうことがあるんですけど あの、まあ試合とかで自分メンタルが結構弱い部分もあるなあっていうふうに感じるんですけど。お二人になんか、あのメンタルを鍛えるために、なか。どういったことをやっているのか、を教えてもらえたらなと思います。何かあります。僕やりますか。はい、そうですね。僕もなかあの、メンタルトレーナーの方に。 24歳ぐらいの時からかな、うん、こう指導を受けるようになってて、はい、なんかそれまでも別に自分そんなにメンタル弱くないしそんな必要ないんじゃないかなって最初思ってたんですね、はい、でもこうカウンセリングを受けて、えー、やっていくうちになんかその最初にやったことって、はい、こうアファメーショントレーニングって言ってこう断言アファメーションって断言って意味なんですけど。 断言するトレンできたのがちょっと今ラケットにも貼ってるんですけど俺は最強だっていう言葉でですね、はいでまあ、それができた経緯として<ー>なんか最初にこうカウンセリングを受けた時に、はい、僕のテニス見てもらってナンバーワンになれるでしょうかってまだ世界ランキング10位ぐらいにずっと2年3年ぐらいこう停滞してた時で聞いたきがあってでその時にそのメンタルトレーナーさんは「あなたはどう思ってるの?」って逆に返してきたわけで、ね。 ナンンバーワになりたいというふうに答えたんだけどこれからナンバーワンになりたいじゃなくて自分がナンバーワンになるんだとナンバーワンなんだっていうふうにこう断言するトレーニングから始めましょうっていうので「俺は最強だ」って言葉ができて毎日鏡の前で自分自身に「俺は最強だ」っていうふうにこう言ったりだとかそうやってラケットに貼ってこうテニスって例えばこうボールをつくじゃないこうサーブの前とかその時に「あ もしかしたらダブルフォルトしちゃうかもみたいに思うときがあるんですね、うん、その時に打つと必ずダブルフォルトしちゃうっていうことがあってそれをそういうときによぎったときに俺は最強だって見てあ<ー>ダケットに書いたら文字を見て俺は最強だと思って打つとやっぱ入るわけよ<ー>、うん、そういうなんかトレーニングをしていくことでカッとこう思い込める、うん、うんすぐ頭をこうネガティブな状況から思い込めるようになってったっていうところが結構その。 年中に一気に世界ランキング10位から1位までこう上り詰めることになったっていうのは、そのやっぱり言葉のそういったセルフトークするだとか、そういう力をえものすごく感じたっていうのが経験としてはありますね。え、うん、うん、その実際に使っているラケットに文字が書いてあるんですか。書いてある。うんマジックペンとかで。うん、ああ、なるほど。テーピングにこう書いてって感じ。うんで、なんかこういろんなメンタルトレーニングしてきた今までも。うん、はい。 で,でもなんか自分自身の心が強くなったっていうのは結局最後まで思わなかった、うん、でもそういったなんかネガティブな状況に落ちた時に自分自身にセルフトークしたりだとか、えー、こう僕の場合振り払う動作とかやってる弱,気なと弱気な自分を振り払うみたいなそういったアクションをつけたりだとかそういうことで自分自身の,そのまあ平常心を取り戻すというか。 自信を持った状態にまた戻っていくというかそういう状況を作り出すそういったテクニックをこうメンタルトレーニングから学んだかなっていうふうに思うだから心が強くなるわけじゃなくてメンタルスキルみたいなのがこういったフォアハンドとかバックハンドのスキルと同じようにメンタルっていうそのスキルを学ぶのがメンタルトレーニングかなって最終的にはそこで思い込めたかなっていうふうには思いますね。だから心はそんな強くなかった うん、最後までビビってたし、うんうん、負けるかもしれないと思うと怖かったしそれは1位になる前から結局引退するまでずっと試合はやっぱ怖かったってことに関しては別に心はなんかメンタルトレーニングしたから強くなったわけじゃなかったなっていうふうには、うん、ただスキルはいろいろあったかなっていうふうには思いろんな自分その緊張する場面とか競った場面で出てくる自分に対して対応できるようになった、うん。 そう。その状況、その状況で自分自身がこうどのスキルを使うかっていう引き出しをどれはどれをこう使うかっていうところで、うんうん、なるほど。うん。なんか心をすごくこう自信を持った状態でポイント入れるようになったりだとか、うん、っていうことに繋がっていったかなっていうふうに思います。うんうん、めっちゃわかりやすいです<ー>ね。本当になんか弱い部分を受け入れるっていうのはすごいわかります。うんうん、なんか私も最後まですごい 強かった。 メンタルがすごい強かったかっていうと私も全然多分逆で、多た強そうに言われれまますす <laughs> よく言われますないんですけどあんまりこう表に出ないからか分かんないんですけどでもすごく緊張するとやっぱ手が震えるし、うんうん、足の感覚がちょっとふわふわするなとかなんかそういう自分の中であの緊張するシーンっていうのはいっぱいあったんですけどでも、なんかだからこそそういう術を知っておくっていうのがすごく大事だったなと思っていて。私もそのメメンタルコーチあのアメリカ人と スウェーデン人のメンタルコーチずっと12年ぐらいつけてたんですけどやっぱりこうあの行動する。 うん、アクションする、うん、その考えてそのメンタルを強くしなきゃということだけではなくてそれに対してのその何を行動する何を選択するかっていうのが比較、その行動することでメンタルがちょっと引っ張られるというか感情が引っ張られたりとか、うん、なんかそれがすごいわかりやすかったんですよねだ緊張するとジャンプするとか呼吸をゆっくりするとかりありますね、はい、なんかそういうのをこうやるうまあ行動することが 感情とかそういうメンタルをこう整えていくっていう印象だったので、逆の発想だなと思いましたね。なかわ、うん、かりますね、それも。<ー>なんかその、はい、僕のそのテニスってこうポイント終わって、はい、次のポイント入るまで一応25秒許されてるんですよ。ショットクロックっていうのがあってポイント終わると。 コートトにこう25秒からカウントダウンンダされていく<ー>それまでにゼロになるまでにサーブ打たなきゃいけな、はい次結局その間をいかにこう制するかっていう競技だなってずっと思ってやってたのでその間でいかにじゃあサーブ次のサーブ打つ時に自信持っている自分になれるか、はい、なん連続でポイント取られても次のサーブの時には自信のある「俺は最強だサーブが打てるかどうか」みたいな勝負かなってずっと思ってたんですけど。 結構テニス25秒あってゴルフも1打打ってもっとあるじゃないですか結構その待ってどうなんですか相当大事なんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんだけどいや大事ですよゴルフはい大体5時間ぐらいプレーするんですけど実際打ってる時間って15分もないんですよねゃうテニスいなので4時間45分歩いてるか止まってるんですよね。 はい。大会公園でのそれ言ってますもん。ああ。<laughs> <laughs> どうしちゃ私も用。<laughs> テキテニスも2時間 a v e r a g なんですよ。はいはい、はい、でもじゃあ例えば YouTube とかでこうポイント編集すると225分ぐらいで終わる。はいはい、ってことは1時間半はマナんですよ、ね。へえ。かその間をいかにやっぱりこう自分でコントロールしてポイント望めるかってずっと思ってたんで。 やっぱりでも、っすね何考えてるでもあの他の選手がプレーしてるときとか,か考えたことあるそういうの。ありますね。ちゃんとかも,、えー、も私はちょっとぐって入りすぎちゃうのでう逆にこうずっと勝ってやるとか負けないとか、ま、そういう自分がんだろう 負けた想像したりとかして絶対に勝ち抜くっていう気持ちをずっとこう思いながらラウンドしてますね。アッキー素晴らしい。素晴らしい。あッキちゃん違うんだ。いや自分はなんか岩屋系ならできるっていう風にずっと言い聞かせてやってますけど、はい。セルフトーク系ですね。そうした方そうですね。そっちかもしれないです。なんかルーティンとかあったりするんですか。 僕の場合だとただ連続でポイント取られたら一回ちょっとタオル取りに行って<ー>顔とかでみんななそうすするじゃない例えばあとはチェンジエンドの時に60秒間こうベンチにいる時間があるんだけど、うんあ,うん、あそこもなんかスポーツドリンク飲んでバナナ食べて水飲んだらちょうど審判が「タイム」っていうふうに「お時間だよ」っていうふうに、ん、言う自分の中のリズムがやっぱりあったりもするんだけどそういうのをこうやっぱりゴルフで一打打ってその次まで。 こう何かあったりとかっていうのはするんですかね。あ、でも選手によっては、やっぱ水こまめに取る選手もいますね。<ー>打つ直前に水飲んだりとかで、リズムを整えている選手もいますし。私の場合は結構、あの。なんだろう、あんまり、こう情報に時間をかけすぎないことが大事だったので。例えば、その距離の情報、ピンの位置の情報、芝、今のボールの状況とか。その風。うん 今自分のスコアとかなんかそういう情報が多すぎるとこの一打に集中できないタイプだったんで待ってる間は気をそらすことの方が多かったですねキャディさんと必要最低限の情報だけ交換してあとはもう他の選手がね例えば2人打ってるのを待ってるとかっていう時はもう全然違う話をしたりとかあんまりピンを見ないようにするとか結構そういういのをやってましたね最初のイメージを大事にしたりとか。いううのはどう あるかな、なんかあるかな。<laughs> なかかな <laughs> でも本当に何か直感的。多分、なんか自分のインスピレーションとか、最初の、第い、なんていうの、あの自分の直感をすごい大事にする。タイプ。そのかなと思って、だからあんまり思考が強くないかもしれないから、それはそれですごいいいと思う,ん、ねう,んう。本当ですか。<laughs> でも、明きちゃんは多分逆、逆の気がする。どうすあ、そうですか。うん、自分の方が直感。直感たいと思う。あ、そうか、そうか。はい 柔軟な直感ってイメージ、片手でアプローチしたりしてたじゃん試合でそういう発想がねやっっぱすごいなと思って最近になってでもそのピンチのシチュエーションだったりとか緊張の場面が来たときにちょっとやっぱ落ち着いていろいろ、どう何パターンあるのか一回考えながらやることが増えてきました。結構こう例えばちょっと打つ前に 一回こう素振りするとかあるじゃないですかああいうのも大体みんな決まってるんですか大体決まってるよねなんか流れがありますねそうそうはい素振りの時とかにあの失敗しそうだなとかと思ったことあります あいやうん、全然ある <laughs> そのイメージのままアドレス入って入、うんうん、気になるなそれは、はい、どうしてますかり <laughs> どうしてもいいイメージにならないまま遊びしてアドレス入ってっていう時あるんですけど、まあ、だからなんかその、えー、と私の場合はなんかその資格だけに頼らないっていうのがすごく大事だったから、うん、なんかあのやっぱ情報 目かららいいるる情報ってってててて80%ぐあ言われていてだからこう自分がイメージしているものに対して必ずそう打たなきゃいけないってなるとなかなか難しいからそうであればあのイメージがあんまり出ないなと思ったらすごいフィジカルに集中するタイプで例えば右のグリップのこの圧だけ気をつけてればある程度まっすぐはいくとか,なんかちょっとグリップダウンして打つとか,なんかだからそのイメージだけにとらわれずに自分ができるそのフィジカルのアプローチの方に 集中することが多かったかな、うん、なんか、だから、い、なんか言ってることわかる。わかります。そうそう、だから、まあ、とかもう本当あとはもうね、イメージ悪いイメージのままルーティンしない。うん、一回外すとか、うん、うんうん、かな。なんか言葉ってありました、さっき、俺は最強だっていう風に言ったりとか。はいはい、私はできるっていう風に言ったりとか、はい、なんかあります、こうよくかける言葉。私の場合はもう、ステインとプレゼントがすごい多かったですで。おお。 その瞬間に集中するっていう言葉で今未来でもなく過去でもなく今っていう、うん、そのプレゼントに対してどう自分が集中できるか,なんかボールのディンプル触ったりとかグリーンチョだとか、うん、今ここにいるっていう感覚をこうちょっと叩いたりとか,なんかあの足靴の中でこう指を動かしたりとか,なんかその気持ちがやっぱあちこちにいっちゃうとあの今やるべきことに全然集中できるっていうのでスティンドプレゼントはよく言ってましたね。